なるほど、吉田くんの島根ゼミ。皆さんこんばんは、島根スーパー大使の吉田です。島根のなるほどを楽しく学ぶ島根ゼミ、今回は地域資源で優しい電気、地域資源を活用して発電する県の取り組みを紹介します。助手は須田さんです。よろしく。はい、ここは県企業局の太陽光発電所です。今の出力というのがこれです。太陽が出てくるとどん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 変わってくる。ここに来て。この日発電所を訪れたのは邑南町の日縫小学校の6年生3人。地域資源を活用した発電所の見学ツアーに参加します。この中では200ボルト430キロワットを作ります。日縫でも太陽光発電はできるのは可能ですか？可能です。はい。どういう場所がいいですか？あのね、やっぱりこう平坦なところがいいです。だから山が熱心に質問する子どもたち。学校で今地域資源を活用した持続可能な街づくりについて勉強しています。このツアーは地域資源の太陽光、水力、風力などの自然エネルギーを活用した発電所の見学や仕組みについて学ぶことができるんですよ。次に訪れたのは江津市桜井町にある県の水力発電所です。で、水力発電ってこんな感じです。でダムでせき止めた水をこうやって、この落差を利用して発電する。水の落ちる力を使って電気を作る水力発電所。児童たちは発電機などを見学し水力発電の仕組みを学びました。島根県には国内最大級の風力発電所もあるんですよ。タワーの高さが80メートルあります。45メートルの羽がついてます。次にやってきたのは江津高野山風力発電所です。一番上高いところ、頭がついているところがちょうどあの位置になります。風力発電のタワーの中も見学しました。江津高野山風力発電所には合わせて9基の風車があり、1年間で一般家庭9800軒分の電気を作っています。この日のツアーでは民間が運営する木質バイオマス発電所の燃料を作るチップ加工場も見学しました。見学を終えた児童はいろんな自然を活用して発電をしていることがあることでびっくりしました。県が運用する19の発電所は全て地域資源、自然エネルギーを活用しています。県では地域資源を活用した地球環境に優しい電気を作っています。このような見学ツアーを通して県民の皆さんには自然エネルギーに対する理解を深めていただきたいと思います。もっとなるほど島メガネ。再生可能エネルギー見学ツアーは毎月第2第4水曜日の午後1時から開催しています。ぜひ参加してくださいね。次回はアーティストがやってくるです。本日はここまで。それではまた来週。